世界食文化博物館は日本食圏ホールディングスが運営する世界の食文化に関する企業博物館である。日本食圏の創立30周年を記念して2002年1月に愛媛県今治市の愛媛本社10階にオープン。世界各地の食文化を学習できる国内初の食全般に関する博物館である。食文化の変遷から世界約100カ国の 伝統料理や道具、61カ国の調味料など、世界の食文化を、あらゆる視点から紹介している。愛媛本社ビル内にはこの他に、日本食券歴史館、商品展示館が設置されている。また本社ビルに隣接する、ハム研究工場内には、世界ハムソーセージ博物館、古工場内には、宮殿食文化工場が開設されている。工場や、 本社内に設置された博物館を見る見学ツアーには年間2万人以上の人が訪れ、今治市の観光名所となっている見学予約は予約制となっている。食文化博物館コースと宮殿コースの2つの見学コースが用意されている。土曜日、日曜日、祝日、夏季、年末年始の会社休業日は休館となっている。 AB 食と文化のハーモニーを奏でる味の作曲家引く焼肉などのタレの出荷量日本一日本食券株式会社 EO 銀地域経済研究センター2021年7月17日閲覧産業観光注目のきっかけとなった富岡製市場日本食券ツアーの中身ニュースポストセブン2021年7月17日閲覧ありがとうございます